やばくないこれ。これ辛くね、遠距離に優しくない。散々遠距離にお世話になってるくせに。あ、出た。おお。というわけでついにやってきましたよ、最終極秘依頼、ハリウ討伐、アカムトルムの討伐とは。人望厚そうな街頭の男、恐るべきハリウをついに火山まで追い詰めた。だが討伐隊は疲弊しており、国民も混乱し始めている。世より直々の依頼だ。ハリウを秘密のうちに討伐せよ。ということで直々に指名が来てしまいました。こんな偏僻な村まで。このハンターの噂はもうすでにね、町の方まで広がっているというわけですね。まあ大丈夫だろう、これで。流速性が弱点だったかな、アカムトルムは。まあ、手持ちアイテム的には、まあ、鬼人役グレートと、まあ、いろいろあるんですけど、火山だったよね。まあ、決戦場って書いてあるけど、これ火山のやつだよね。あ、そうだ、ミラバルカンと同じとこじゃね、これ。決戦場になってるけど。行きましょう。まあ、この竜の貫通夢でね、どうにでもなる気がしているんでね、サクッと周回して、サクッと行きましょう。レッツゴー。こんな軽い感じで行っていいんですかね。はい、来ました。ここでアカムトルムは俺初めてかな。OG とかで戦った時ってここだっけ？わー、出てきた。こいつが、相変わらずでかいな。まあ、牙を壊す。で、背中も壊せるんだっけ？あー、出たわ、そのブレス。なんかよくわからん超音波ブレスみたいな。で、戦う場所は、ちょっと広いとこ行きたいんで、向こう行きたいんですけど、これこっち来るよね。あ、意外と時間かかるんだ、車で。おー、結構急接近してくるな。で、ここで鬼人役グレートも飲みます。で、ちょっとこっち来るんで、できれば、こっち逃げたいんですけど、ブレス飛んでくるかな。まあいいや、強制薬飲んじゃうか。時間との戦いになりそうなんだよな。どうなるか分かんないですけどね。いいぞー。弱点が分かんないけど、多分腹だろ。やばくないこれ。これ逃げられなくないこの突進。やばいぞ、これ。こんな気軽に遠距離で来ちゃダメだったかも分からんけど。あ、なんだそれ。あ、それ方向だ。方向なんとか。下からその火山湧き出てくるの怖えな。頭狙いたい、頭。待って。何してくるか分かんないからさ。いやー、マジかよ。まあでも近くだったら来ないでしょ、この火山。いいぞ。いやー、これやばいぞ。これやばくない？突進避けられんって、これ。突進来るって分かったら逃げなきゃダメだ。ここまで動きゆっくりだったら逃げれるでしょ。あと火力がやばい。火力がえぐい。こっち来い。こっち来い。これ、近距離の方が逆に良かったかもしれないな。どうなんだろうな。ガンランスとかの方がもしかしたら刺さったか分かんないけど。これ避けれんって、避けれる時もあるの？ただこれもう俺怖いから、ちょっとしまうよ。さすがにしまうよ、もう。こういうパターンを繰り返さないと。さあ、強撃見入れるか。これ辛くね？遠距離に優しくない。散々遠距離にお世話になってるくせに。よし。いざ頭。頭を狙い、頭を。わあ、潜られるとちょっと怖いな。潜るときのさ、頭グイーンって上げる動作のせいで、私それのせいで近接あんまり使いたくないんだよ。気づかんうちに当たるから、あれ。で、その後の地面から出てくる攻撃で死に耐えるという。よし。うん。まあ、早々にこいつの視界から外れれば避けられんことはないな。
早々にこいつの視界から外れて、こうすればそうだな、こういう動きをしなきゃダメだ。だからこいつが、おほほほほ、こいつが動く方向と反対方向に進めって言えばいいかな。ちょっと説明難しいんだけど、まあいいや。出てくるか。もうこうなったら全力で走って逃げるしかない。競争薬が効いてるんでね。よし、後ろに回り込むように逃げればとりあえずは大丈夫かもしれない。競争効果切れちった。こいつのこの攻撃パターンだったら競争いらない可能性もあるけどな。なんで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 、聞いてない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 。急に変わりやがったこいつ。そんなんあったらそういえばピタッて止まって、角っていうか牙を壊りたいんですけどね。牙をなかなか貫通だと頭当てにくいな。うおー、でバターンと。このバターンの時はもうキャラクター向けるだけで当たるな。あと壊せるとこどこなんだろう。頭以外どこなんでしょうね、わかんないんだけども。おお、ちょちょちょ、背中とか壊れそうだな。あと前足とか背中とかその辺かな。怖い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 。しばらく競争薬飲まずにやってみるか。ケチり癖で。尻尾は切れないから。うおー、潜るね。あ、怒ったんじゃね。方向はでかいけど後ろまでは来ないか。止めちゃった。結構ダメージ入ってんのかこれ。やばくない。あ、出た。おお、怖すぎる。お前ブレス多いな。火山にいるやつって大概みんなブレス使ってくるな。はい、火山が出る。火山が出る音がもう変わるんですかね。やっぱなんか変わってる気がすんな。さあ、このペースで避けて大丈夫なんでしょうかね。なぎ払いみたいなのあるかな、こいつ。飲んだ方がいいかも。飲むわ。ちょ、怖えわ。意外と動き早い。このペースで飲みます。おお、近づいてきてんのか、これ。おお、意外と居場所分かりにくいな。ズバズバズバ。これ逆が、あ、いやいや、ちょ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 、抜き方が何それ。おお、尻尾どっかで見たことあるような攻撃しやがってよ。完全初見ではないからなこいつは。あ、怖い。ここだったら大丈夫かな。アーノルドさん、アーノルドさん、怖くない。この辺出てくるか。範囲がいまいちわかんないな、この溶岩、溶岩の範囲。はい、ブレス。溶岩の範囲がちょっといまいちわかりませんけど、まあ、とりあえずは出たところは気をつけて前に出ないように。一回出たところ周辺にいればとりあえず当たんない感じだな。やばい、調子乗った。大丈夫だ。なかなかにやっぱ壊れないですね。うおお、壁が、最大の敵は壁なんだな。壁が恐ろしい、壁が。これ当たるわ。あえてこの中に入るとダメか。体に当たっちゃうな、そもそも。やばいかもしれない。これ方向転換の可能性ない。いやー、えぐい火力が。被弾はできないわ。調子乗って撃っちゃダメだ。癖でもう調子乗って撃っちゃうわ。こっち向くタイミングでは絶対撃たないようにしないと。どっち行った？そこ。意外と追いかけてくるからね、これ。もう果敢に攻撃するよね、アーノルドは。そのでかいやつに。この突進怖すぎるだろ。おお、
ひるむはひるむんだけどね、軽快に。どこに攻撃していいか分かんないからな。本当は牙とかさ、壊したいから、頭に向かって攻撃すればいいんでしょうけど、やばいね、これ。ああ、よかった。怖え。貫通させて頭狙うようにってかできないかな。くるって回転する可能性がない。くるって向かれると怖い。よし。なかなか壊れない。当たらない。ちょうど間すり抜けていっちゃった。これ避けるでしょ。 OK。 よし、頭に当たってればいいよ。これは何？おー、何、岩を持ち上げた感じ。あ、これまずいかもしれない。やっちゃったねー、いで。やっちゃったねー、おおほほほほ。避けられる。前足に当たれば、つまずくだけなんかな。体に当たんなきゃなかったらいいのかもわからん。なんだそれ。とりあえずなんか突進避けられないと思ったら前足に突っ込んでみるか。それ、そうしたら避けれるかもしれない。よいしょー。この頭狙いで全然牙折れる気配ありませんけどね。連射弓とかの方が良かったかもわからんけど。あ、尻尾に当たりはんでない。やるじゃん、これ怖いね。あー、ちょ、危ない。前足剣頭、壊れないか。多分牙両方壊さなきゃだよね。両方壊さないといけないっぽいから。狙ってる時間なくない？あれ、脚光切れる。マジかい。いや、マジで？あ、あー、嘘。大丈夫だったかな？怖いからな。先行玉で動き止めるか、一回。立ち位置怖いから。多分ね、数秒なんだよな。あれ、潜った？ああ、数秒だ。こんな早く溶けるんだ。てか、潜ろうとしてたんだけど。潜ってきたらどうなるんだ？このタイミングで。頭、頭。これは大丈夫かな？よし。競争薬、競争薬、競争薬。まあ、動きがね、早いとはいえ。他のモンスターと比べたら遅いからさ、怒り時間もそんなに影響なさそうではあるんだけど、被弾は絶対許されないっていう。何秒ぐらい怒り状態あるんですかね。90秒ぐらいあんのかな。あ、潜る。潜った時はもう納刀一択。納刀以外の選択肢がない。意外とこれ誘導性高いから怖い。この角度にいます。よいしょ。音はするけどそんなに動いてないんだよな。また潜るんか、怖えな。逃げるぞ。逃走薬がないとこんなに全力で逃げられない。まさかのそこかい。おお、何それ。あ、ブレス入ってくんのかと思ったわ、今。OG であったじゃんね。その、急に遠いとこ行って、ブレス入ってくるっていう、あの、クソだるい動作。クソだるい行動。ひたすらランニングを強いられる、あれ。さあ、ひるませる。まあ、なんか牙折れないな。耐久値どれぐらい減らせばいいんですかね。めちゃくちゃ高いんじゃないの、これ。さあ、潜ったときは納刀一択。全力ダッシュ。このように逃げます。こっち側。いや、それじゃないの？それでしょ。ブレスじゃないの？まあ、このフィールドそんなに広くないから。
まだいいけどさ、変になんか遠距離になった時怖えよ。あー、やっぱりブレスだ。たまたまやってきたのか、本当にブレスの行動なのか、どっちなんでしょうね。よし、意外と避けられる。さあ、なんとなく頭に狙えるようになってきたかな。もう壊れないんだよな、貫通じゃやっぱ壊しにくいか。さあ、こっち来ちゃったね。どうしよう。俺はそこかな、背中っていうか、まあ上側ちょっと狙いながらさ、あと顔も狙いたいんだけど、できるだけ上かな。上狙うか。はい、逃げます。こっち側、背中、おうおう、そうだね、やっぱ背中狙いだったら上の方ちょっと狙い気味で。え、なんのこれ何に当たったかさっぱりわけわかめなんですけど食いついてる、食いついてる行動してる。逃げる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 。ここ壁かよ、壁は勘弁しろよ。いやー、ちょっとこっち狭いんだけどな。まあ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 、戦えないことはないからな。いいぞ、順調に攻撃はできてるんですけどね。おっと、ブレスじゃないこれ。今壊れねえな今壊れてほしいな。これはバターン、あ、じゃあブレスだ。ブレスというか方向。くー、全然壊れねえ。またそれか、最初の場所だけ怖いからさ。正面ってか、このなんか斜め前ぐらいだったら多分当たんないよな。あ、そっち向いてる。さあ、ブレス吐いてる。容赦なくブレス吐いている。容赦なくひるませる。さすら、背中。もうちょっと上か。あ、怒ってる。怒った時も、あの、湧き出てくるから。あ、油断ならねえ、マジで。怖え。ブレスかな？なぎ払いとかやってくるんすかね、こいつ。なぎ払いでやってきたら怖いんだけど。これ尻尾。いや、早えな。ああ、尻尾でよかった。おお、尻尾多いな。ああ、潜るか。よし。戦えている。このまま死なずに行きたい。あ？あー、怖い。はい、怖い。はい、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 怖い、はい、怖い。OK。あんまり距離取りたくない。でも尻尾当たりそうで怖い。ジュババババババ。爽快だな、こいつに貫通矢打つの。ラオシャンドンと似た何かを感じるわ。でもラオシャンドンよりはちょっとね、戦闘が。あー、うわ、危ね。戦闘が楽しい。ちょ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 、そう、マジで牙壊れねえな。もっとしっかり狙わなきゃダメか。でもこの後ろ向いた時はさ、もうなんかちょっと上向けて体貫通させたいんだよな。こっちの方が火力入るやろ絶対。本当に牙に当てなきゃダメなのか。やばいかもこれ。あ、ひどい。ひどすぎん。もうここ火山があってやっぱ戦いづらいな。やっぱ移動したいな。ここやだな。意外と狭いからな、ここ。尻尾だな。ここは出てない。ひるんだだけか。折れるよな、牙はな。
もうちょっと顎のあたり狙うか。もっと顎を狙おう、顎。止めきった。おお、ダウンしてる。いいぞ。追われてはいないんだよな。で、よっ、これ曲がってくるから。ローリングは絶対して。ちょっと上向けて撃つのがいい感じ。やべ。ちょっと上向けて撃つのがいい感じ。いい感じに入る。こっち側に逃げる。いやー怖えな。この辺だったら大丈夫。全然壊れねえな。あれ、打撃じゃなかったらダメみたいなのあったっけ？牙は別に何の武器でもいいよね。わかんないからな。マジで。なんか打撃限定とかあったりするから、本当に怖えわ。属性限定とかさ、V 破壊が。すごい戦い方限定されちゃう。まあ、そんなのはいいけど。とりあえず頭は狙ってんすけどね、全然壊れる気配がありませんね。逃走効果切れます。どんなもんですか？あなたの体力どんなもんですか？あ、競争薬飲みたい。こっち側逃げて、こう逃げます。これ飲みます。OK。競争薬は、あ、バカ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 。あぶねえ。吸い込まれるとこだった。次のマグマのポイントにミラクルコンボ食らっちゃうわ。危ない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 。この尻尾怖い。ああ、怒り状態。真後ろとか出てくるんですかね、火山。ああ、マジでもう冷却効果も切れるか。もう流れるように切れるね。くっそー、マジで壊れてない気がする。どうなったら V 破壊なのこれ。折れるよな、ちゃんと。意外と当たってると思うんだけどな。あ、これちょっとクーラードリンク準備して走って逃げます。なんかすごい遠く行った気がする。やばい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 。この動きの速さでそれでブレスか？使ってくるんだ。ちゃんとキャラクターに軸合わせしてくるな。やっぱ薙払いがないのか、こいつ。薙払いはなさそうだな。よし。こういう時にかけて突進かよ。なんで当たんだよ。おかしいだろ。あー、終わった。早すぎる。はあ、もうそれすげえひどいコンボだな、マジで。マジかよ。なんか事故みたいな感じで死ぬのやだよ。もうしょうがない。事故なんですけど。突進曲がりすぎだろ、こいつの。おお、すげえ上飛んだな、今。で、この止まり方で、その速度でこの止まり方ずるいだろ。そりゃ、連続で攻撃食らってしまいますよ。これ、あ、でも怒り状態解けたな。曲がる曲がる、本当に。突進が脅威な敵。突進が強すぎる敵。曲がってこいや。とりあえず正面に立たないっていうね。もう、鉄則があるから。このゲームにおいての鉄則。正面に立たない。
どのゲームでも言えそうだけど。はい、方向。角が折れてないってことはさ、耐久値が削り切れてないってことだからさ、全然火力入ってないんじゃないのこれ。こいつやばいか？仮にもこれ一応上位武器だからさ、この辺りの武器で倒せないときつすぎるんだけど。G 級の武器使ってくださいになっちゃうんだけど。上位だよねこれ。G 級扱いとかになってないよねこいつだけ。倒せないとかいう可能性すら出てきたよ。おお、ひるませる。でも割と急げ見えになんかもう撃ってかないとやばいかもしれないな。V 破壊はしたいのにな。おお、食いついてくる。V 破壊はしたいんですけどね。そんなこと言ってる場合じゃないかもしれない。とりあえず牙狙い。牙狙い。やべやべ、近すぎだ。逃げます。また遠距離逃げたぞあいつ。こっちだろ、この辺。ここ狭いよ。いやー、こっち向くねー。壊れた？壊れた！ようやく壊れた。2本折れるよね？やっべ。2本折れますよね？先行弾を投げるよ。後ろを逃げるわ。こんな狭いとこで戦ってらんない。で、解ける。こっち側来い。こっち来い。なんでお供の方向いとんねん。ようやくでも牙折れたな。あー、やられたわその展開。おお、そんなん避けられるかよ。ちょっと動き止めますよ。うっそ、向こう側に行きたいだけなんだけど。なんかフェイントかけてねえ、もう当選簿してる。思い切って回ろうかなこっち。重くそ回ってみようかなこっち側。よし、あ、意外といけた。あいつ立ち止まってくれたわ。あ、潜った。どこ出てくる。あ、でもこっち来たな。音だけで判断しようとすると怖いよね。ここか。おー、ブレス打ちますようなポジションじゃないそれ。ちょ、これ以上いけないんかい。受けれるかな。あ、大丈夫。このペースで牙壊れるってことはもう両方折るのしんどすぎるでしょ。両方折るのはちょっと辛いかもしれない。とりあえずあの背中狙いにもしたいんだけど、迷ってたら壊せなさそう。なんか、いや、もうカメラ勝手に動くなやまして。壁際が一番やばいわここは。おーしょー、背中もどこ壊れるか分かんないからな。多分一番あの出っ張ってる部分だと思うんだけど。おほー、あ、これ撃てない。撃ったら死ぬやつ。いや、曲がってくる。うん、この角度でやっぱ狙い続けるしかないな。ギャオー、声じゃないんだな。なんか超音波みたいなブレスなんかな。ギャオー、
おっと、珍しい行動するじゃないの。外しちゃったよ。もうマジでさ。ボケきれんって。あぶねえ、その尻尾怖え。さっき当たんなかったから当たんないと思うんだけどね。どうなんでしょうね。どこに当たり判定がね、存在してるかなんて分かりませんからね、もう。当たりそうだと思ったら避けるしかない。見えない範囲にも当たり判定が存在するゲームだから。どこかどこまでが当たるかなんて全然分かんない。俺は、ちょっと武器しません、逃げるよ。さすがに怖いよ。ああ、怖っ。全然こっち向かないな。この辺でね、あーし、もう撃ったか。ん？こっち来たか？これ飲んどこ。グレート飲むか。ちょっとケチっててもしょうがない気がするわ。ここはケチってもしょうがないところな気がする。怖い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 。ほわー。おお、方向転換するんだ。理不尽だなこれ。意外とこの年は理不尽の塊だわ。走って逃げられないと。ガオー。いやー、これ逃げられない。逃げられた。壁なんだよなここが。これ怖いからしまうよ。お、ヘイボーイ、口がでかいねボーイ。全力で走ってもギリギリの可能性。お、ひるませる。あ、壊れた背中。背中壊れてるわ、よく見たら。よかった。じゃああとどこ。角、角じゃねえ、牙。とりあえず牙 目指すけど。怖い。ああ、大丈夫大丈夫。牙目指したいけど、あんだけ攻撃してやっと一本だからな。壊せる気はしないんですけど、全然。危ねえ。意外と逃げられる。あ、思いっきり、思いっきり走って逃げる。いいぞ。思いっきり横に走って逃げる。こうすれば軸ずれるから。いいぞ。向いてる方向、ああ、僕る。どっち回転でこっちに振り向くかで、逃げる方向決めた方がいいな。やべ、向こう行ったか？あ、あ、やばいかも。ブレスの予感。ブレスの予感がしてる。ブレスか何か違う予感がしてる。はい、ブレス。撃つ瞬間のその、ヒューンっていう音がちょっとかっこいい。また逃げるんかい。多くない？こっち来た。いやー、タイミング悪く切れる。あと1個しかねえ。おい、倒せんのかこれ。おい、これ倒せんのか。こいつの弱点どこなんだろうな。怒り状態。怖い時はもう武器しまう。おっと、一発攻撃食。怖い時は逃げる。いやー、潜るねー。意外とこれで時間稼ぎされてるのもあるしな。こっち来た。なんでだよー。やばくないここ。よかった。
ここはやばい。ちょっと小部屋がやばい。ここの小部屋がやばい。やべえ、ちょっと高額で飲んだらダメだったかもしれない。やばいか。全力ダッシュでようやく逃げられるかぐらいのさ、感じなんだよな。こいつを向く方向に向かってこう全力でね、走る感じで。あの武器出しっぱでも。向いた瞬間にもうダッシュ始めてると、こいつは向ききれないから。フレーザーの頭狙い。全力で逃げる、この角度で。おえどこの範囲で今火山出てたのか全然わからんかったな、今。なんか後ろ側に出るときとさ、周囲にまんべんなく出るときとは、前方にすごい出してくるときあるよね。この3パターンなんですかね。やべえ、角度間違えた。ここはちょっと怖いんで、全力ダッシュ。牙壊したいんですけどね。無理なお話ですかね。なんだこれ。足引きずってんのかこれ。あ、瀕死瀕死。やっと瀕死。壊せないじゃんじゃん、これ。壊せないじゃんじゃん、これ。ギバーン。頑張ればいけるか？もうちょっと。あ、でも、ようやく討伐の兆しが見えてきたぞ。よかったわ。倒せないかと思っちゃったわ。多分いけるだろ、これ。ペースを間違えなければいけるはず。ここも食らいたくないからな。ただ、この斜め、こいつの斜め前あたりにいれば、当たらないことは分かったから。まあ、真下にもあの火山出んのか、やらしすぎー。これちょっと、向き的に怖い。足引きずってくる。あー、やらかしたかも、これ。よかった。もう、あえて背中向けて逃げるスタイルだった、今。いや、マジで潜るな。もう、ここで時間稼ぎされたくねえよ。いや、ケチろ。競争薬グレートをケチる。もうここまで来たら討伐でいいや、もう。角降りたいんだけど、角じゃない、もう角じゃないって何回言えば分かるのも、牙、牙。牙ですよ。やったぜー折れなかったよー。折れなかったです、この牙。おぉ。剥ぎ取れなくね？上輪。やっぱ上位かな。G 級だと降輪とかでしょ？豪走。上輪。なんか玉らしきものは本体から出ますかね？それは尻尾だけなんかな。何回剥ぎ取るこれ。え？終わり？勝手にこれ視点が動くんだよね、この死体に被ると。これだけなんだ。マジかい。おほー、でかいっすね、マジで。このでかさよ。すっげえね。レスクリア。いやー、討伐できた。意外と綺麗な目してるんだな、お前。目がすごい目立つわ。目だけに。トゲ。これ背中壊したからってことかな。あ、これかな。 V 破壊報酬が下だったかな。よし、薬草どこで拾ったんだお前。よし、金も入る。一回死んじゃったけどな。新たな勲章を獲得しました。ブラッドオニキス、ホッケ村とっくり。え、ギルドカードグレードアップしました。ありがとうございます。狩人方向、ありがとうございます。どうした？ああ、よかった。エラーが起きたんかと思っちゃった。映像だ。
どうして？なんか見たことある映像だな。アイルが黒焦げになっちゃったら毛並みが。エボーイ。いや、すごいとこだな。どういう環境なんだろうな、この辺。あ、運搬してる。なんか追いかけてくるのか？お前か？ああ、落としちゃって、まあ、ほんとにもう。運搬、運搬失敗やんけ。でもなんか運んでるよ、く見たら。トレーニアか、こいつ。先行玉。さあ、走って逃げる。わーお。すごい高低差のあるアップだな。お仲間が。持つべきものは友達だぜ。おほ。あ、目の前行っちゃった。おお、かっけえ。お前正面から行ったらそれ飛ばされる。G。セカンドのオープニングの映像ですかね。さあ、セカンド G スタッフ。ありがとうございます。エンディングはカット。あれ？おお。わあ、なんかすごい色になってる。色というか皮？ホッケ村の最終緊急クエストを終えた証、このとっくりで飲む一杯が寒さを忘れさせる。うっすね、コートさん。素晴らしい。実に素晴らしいぞ、ハンター殿。あのアカムトルムを独力で倒すとは。さすがオババ殿が太鼓判を押すだけのことはある。おっと、ちょっと声が大きすぎたな。この件は内密だからな。特に集会所のギルドマネージャー殿には知られたくない。内緒なのかよ、その辺も。全然私の功績が広がらないんですけど。うむ、これはご褒美だ。例によってあまりいいものではないが、これも訳ありでな、許してくれたまえ。実は私はギルドの密命を受けておるのだ。公には取り扱うことができないが、困難なクエストを相応の実力を持ったハンターに、内密に受け負ってもらうためにな。内密、内密って言ってて、報酬少なくしてるわけでしょ？最悪だな、ギルドの奴ら。だから私を見込んでくれたギルドのためにも、養殖にあるアイルがニャーとか言って、下のものに示しがつかんのだよ。そうか。こういうもんか。これで終わり？終わりかな？なんか新しく出てます？オリューは？オリューが出てなくない？キリンしか見てないよ。全部やるとなんか出てくるとかあるんすかね。全部やれっていう感じなんかな。まあ、大連続全然手出してないからな。全部やるにしたってまだなんかクリアマーク赤くなってるし出てないクエストあるよな。もしかして、これ？こっち？訓練所っすか？訓練所なのか？訓練所が一番難易度高い気がする、このゲーム。さあ。あ、防具見よう、防具。ああ、あるじゃん。ないかと思う、ちょっと。おお、この辺も出てんな。うはぁ、竜曲5個っておかしくないっすか、個数。うわ、防御たっけ。ハリウの素材を使った頭用装備。漆黒の装甲は見る者の魂を凍りつかせる威圧感を持つ。匠達人聴覚保護。ため短縮マイナス2。弓の敵。これだ。ため短縮マイナス2なの、装填数上がんのに。これまたいやらしいね、その構成は。じゃあ、あとは気になってるのが、弓。なくね？あ、双剣は出てんだ。ほほ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 ほ。
おお、会心もたっけ。こんな強えんだ。攻撃力はまあ、350でしょ、双剣で。切れ味はボロボロだけどさ、攻撃力と会心が半端やないよ。まあ、全然作れないんだけどさ、まだ。そんな感じでいくと弓も会心で、おお、立ちた。あ、尻尾がいるんだ。うわぁ、うわ、切れ味悪っ。匠必須だ。でもこれ匠つけたら強くなるんじゃね？これだったらまだこっちで我慢するかってなるけど、現状で赤無周回するのがすごいしんどいので、もうちょっと待ちたいとこだな。これだったら、もうなんか別の武器作って、周回場？いやでも村クエも制覇したいっていうのもあるんだよな。村クエを制覇したい。ところでこのクリア出ないやつは何が出てないんでしょうね。まあそれだったらもうモノブロス行くか。回だけど。村クエは全て終わらせたすっきりした状態でね。周回中行きたいわ。